こんにちは。今日私は顔を美しくパディングの仕様について説明します。重点の最初の最も一般的な方法は、唇の増加のためです。手術は一歩一歩、最初かどうか上部と下部と描画の唇形状、希望のサイズ、程度、必要な手術はフォーム入力を強化するマッサージ後に決定します。鼻の線と多くの女性が文句を言う頬の間の対称性を与えることができ、長年にわたってこの地域の急所は、パディングの他の使用はマークを取得します。顔で失敗したの使用について話しましょう。歓迎と今日あなたにご挨拶失敗した多くの用途、例えば唇、失敗をし、それを制限することによって唇増強が増加します。この制限をした女の子のための結果が満足され、それを受け入れるコントロール次のクライアントにしたいです。鼻と口の間、または年齢の影響のための行の治療として失敗したもう一つの使用があります。注射によって行われる操作はとても簡単。5分間だけ結果が直接表示されます。使える失敗した頬の増加のため、リンゴの形を完了または一般に顔の形を制限するすべての注入によって、失敗したそのゼラチンの性質と結果が不満のボックスに直面するコントロールを受け入れる理由は区別します。失敗は天然コラーゲンを等しく、そのため使える安全な健康と、もちろん特別な誰かが、ここで私たちのセンターで私たちは現代技術とプリシジョンズを使用失敗したわ、9ヶ月年に失敗したとはに彼の問題のためこれ以上使用する一時的な方法です。特定のケースでは、我々は失敗したを使用できません。治療、手術、